こんにちは、はるです。今日もチョンダム J クリニックに定期的な肌の管理に来ています。動画でコメントとかでいっぱいいただくんですけど、肌が本当に綺麗って、これはもう完全にチョンダム J クリニックの先生のおかげです。で、今回ね、またチョンダム J に来たんですけど、なんとおまかせレーザーっていう肌のレーザーのフルコースですね。もう自分の肌に合わせたオーダーメイドのレーザー10種類の中から先生が選んでやってくれるということで、そちらを今回はちょっと体験していきたいと思います。それでは行ってきます。今回も定番のチョンダム J クリニックです。こんにちはね。자, 오늘 들어갈 거는 레이저 오마카세. 어떻게 보면 가장 좀 집중적인 치료 프로그램이고요. 그 다음에 어떻게 보면 가장 고가의 프로그램이기도 하죠. 네. 그래서 저희가 일단 저희 병원에 오마카세 프로그램이 두 가지가 있어요. 청담제이 오마카세가 있고 레이저 오마카세가 있는데, 청담제이 오마카세는 얼굴에 필요한 것들을 이제 시술까지, 보톡스나 필러나 실리콘까지도 전부 다 포함해서 우리 병원에서 할 수 있는 것들을 최대한 한 번에 집중해서 하는 게 청담제이 오마카세고, 가격이 더 비싸고요. 그리고 이제 지금 받아보신 레이저 오마카세는 그 중에서 이제 아무래도 일본 분들은 좀 바늘이라든지 혹은 이물질이 들어가는 것에 대해서 민감한 분들이 많다 보니까 기본적으로 레이저만 활용하는 범위 내에서 최대한 할 수 있는 걸 하면 다 한다라고 생각하시면 될 것 같아요. 그래서 이제 이 오마카세 프로그램에서는 독소치료, 모공치료, 피부 재생치료, 그다음에 필터가 있다면 필터치료, 그다음에 지나가는 치료까지 전부 다 들어가요. 근데 이제 제일 많이 걱정하시는 거는 이렇게 많은 치료가 들어가게 되면 얼굴에 문제가 생기지 않나요? 너무 과도한 시술이 되지 않나요? 이런 질문들을 많이 하시는데, 이제 그렇지 않아야겠죠. 실제로 우리가 하는 것처럼 전부 다 한다고 하면 얼굴이, 피부가 견디지 못할 거예요. 그래서 다른 부작용이 생길 수 있기 때문에 부분 부분별로 저희가 필요한 것들, 전체로 들어가야 되는 거, 예를 들면 피부 재생이라든지 이런 것들은 전체 피부가 다 재생이 되면 좋잖아요. 근데 색소는 미백이라면 전체적으로 미백작용은 있어야겠죠. 근데 톤치료가 아닌 다른 국소적인 색소라면 굳이 그걸 전체에다 다 쏠 필요가 없이 점이 있는 부분, 기미가 있는 부분, 이제 그렇게 치료하면 되겠죠. 그래서 부분적으로 그렇게 또 들어가는 게 있고 전체적으로 들어가는 게 있어요. 선생님과의 오랜 카운슬링이 끝났고、今回受けるおまかせレーザーの説明を受けました。今回がね、今までやったレーザーの中で一番ダウンタイムが長くて、もう本当に集大成みたいな感じなんで、ちょっとね赤くなったりはするよっていうことなんですけど、まあ一度に受けた方が楽だしね。これから夏になったらレーザー系はちょっと紫外線もあるからね、受けづらくなってくると思うんで、今回受けてみたいと思います。施術を受ける個室です。相変わらず思うけど、すごいもうエステサロンみたいな感じですよね。これはもともとなんかプランの中にはないそうなんですけど、ちょっと私は鼻の皮脂がある方なので、それを取ってもらうための鼻パックです。結構私、韓国に来ていろいろ肌のレーザー系は大体やったんですね。美白とかシミとか、あとリフティングレーザーとか毛穴とか大体やったんですけど、正直チョンダム J に来てからが一番効果がありました。やっぱ値段がね、まあお高いっていうのはあるんですけど、その分効果、リターンがでかいですね。で、安いとことかだと結局ショット数が決まってたりとか、その人の顔に合ったショートス打ってくれなかったりとかね、効果が感じられないなっていう場合もあったりはしました。でも値段はやっぱ安いよね、工場型の方が。でもまあ必ず効果が、目に見えて分かる効果が欲しいとか、本気で肌きれいになりたいんだったらこれぐらいお金出してももうリターンが大きいからね、いいんじゃないかなって私は思います。もう本当に芸能人みたいな肌になりたいとか、それぐらい願ってる人とかね、アンチエイジングしたいとか突き詰めていくならめっちゃおすすめです。좀 건조하면은 유분이 좀 많이 생기거든요. 그래서 보습을 좀 더 계속 신경 써주시면 좀 조절이 되실 수 있어요.今回のレーザーが終わった後、一番肌の表面がヒリヒリして痛いですね。今クーリングパックして肌をちょっと冷やしてるんですけど、一体どんな感じになってるんでしょうか。ねえはい、おまかせレーザーの施術が終わりました。やっぱヒリヒリしたから結構今回は赤みがありますね。今までのレーザーの中で一番赤みがありますね。でこれ再生テープ、ほくろとか取った場所に再生テープが貼ってあります。で顔のなんかヒリヒリした感じ、どんな感じかというと日焼けした感じ、顔をすごい日焼けした感じのヒリヒリ感があります。まあ、でも赤みとかもねそんな長くいくわけじゃないんで、しっかり保湿して肌を休めたいと思います。はい、というわけで今回チョンダム J クリニックでレーザーおまかせというプランを受けてきました。今回ね、正直今回のレーザーが今までで一番ダウンタイムが長かったです。動画を見れば分かる通り、かなりね直後も真っ赤になります。でも痛みはね、ものすごい強い日焼けをして肌がヒリヒリするっていうような痛みでした。まあ、その分ね今レーザーを受けて何週間か経過して効果が感じられる時期になってきたんですが、どうですか、ご覧の通り肌が本当にもう韓国の芸能人レベルって言っていいのかな、それぐらい本当に肌が綺麗な状態です。これはね効果抜群でした。でこのレーザーおまかせ何に効くかというと、シミとかシワとか、あと肌の再生アンチエイジングですね。あともちろんほくろも取ってくれます。あと弾力リフトアップとか、あとはデコボコしたニキビ跡とかにも効果があるレーザーをしてくれます。で肌の総合的な悩みに効くレーザーなんですけど、例えば美容外科とかに行ったら「あ、私は毛穴が気になるからこのレーザーやってほしいな」って言って行くじゃないですか。このレーザーおまかせは先生に相談して、先生があなたはこれとこれをやったらいいですねってレーザーを選んで、その自分自身に合ったレーザーをオーダーメイドでいろんな種類を組み合わせてやってくれるというものです。やっぱね、素人が見た肌の状態とプロの先生が見た肌の状態って違いますからね。あなたにはこのレーザーが効果的ですよっていうのを先生が見てくれてやってくれるので、効果は抜群です。安い美容皮膚科とかだったら、レーザー何ショット、100ショットいくら、200ショットいくらとか、ショット数で決まってたり値段が決まってたりするんですけど、このレーザーおまかせはなんとショット数無制限です。もうその満足いくまで、効果が出るまで打ってくれます。だからもうちょっと欲しいなみたいなのが絶対ないですね。先生がもう効果が出るまでいろんなレーザーを組み合わせて打ってくれるのでバッチリです。実際ね、これ単発でどこどこの病院で安いからこれ受けてあれ受けてってやるより、実際総合するとお得になる場合もあるので、それコスパ考えたら高くないんじゃないかなって思います。このレーザーお任せ、時間はどれぐらいかかるのかというと、お店に入ってから全部終わって出るまでだいたい4時間ぐらいかなりかかりますよね。でもレーザーの種類が多いので、4時間ぐらいは見て余裕を持って予約した方がいいと思います。でね、これクリーム麻酔でもできないことはないんですけど、かなり痛いので睡眠麻酔をおすすめします。病院も睡眠麻酔をおすすめしてるし、実際受けてみた私も睡眠麻酔の方がいいと思います。結構肌の深いところに入るレーザーとかもやるんですよ。だからあれクリーム麻酔でやったら相当痛いんじゃないかなって思います。でオプションで、NCTF っていうアンプルと、あと美容点滴、ビタミン C とか、あと疲労回復とかの点滴も選べるんですけど、今回私はフルオプションでその NCTF っていうアンプルと美容点滴もついでにやってもらいました。この NCTF っていうアンプルを入れると肌の再生とかがね、もっと早まるのでダウンタイムが若干短くなるっていう効果があるそうです。これね、ダウンタイムが結構余裕持って1週間ぐらい見た方がいいんじゃないかなって思います。ダウンタイムはその洗顔とかお化粧、軽いお化粧は当日から可能ではあるんですけど、ちょっとね、肌が痛すぎて、もう洗顔とかも本当に泡でやわやわってやる感じなので、化粧とか正直あんまりしたい状態ではなくなりますね。で2日目ぐらいからもう BB クリームで隠して、なんとかマスクして出勤、学校通学通勤って感じになります。でだいたい1週間ぐらい経ったら、その肌の表面のかさぶたとか赤みとかが落ち着いてきて、マスクなしでも外に出れるかなっていう状況になってきます。だからね、もう今すぐ効果が欲しいっていう場合に受けるんじゃなくって、なんか来月大事な用事があるから今月受けておこうとか、2ヶ月後に結婚式があるから今月受けておこうとか、そういう特別な用事の1ヶ月ぐらい前に余裕を持って受けておくことをおすすめします。スペシャルなレーザーです。でもね、効果はね、見ればわかると思うんですけど、肌本当に綺麗になります。もうピカピカツヤツヤですね。今人生で肌が一番綺麗な状態です。これはね、正直韓国の美容外科いろいろあるんですけど、チョンダム J だけでしかできないレーザーお任せっていう、本当に組み合わせて総合でやってくれる、しかも痛みがない睡眠麻酔でできるっていうものなので、ぜひこれは韓国に来て美容皮膚科レーザー受ける際の選択肢の一つにしていただけたらいいなと思います。それでは今日はこんな感じです。チョンダム J クリニックのレーザーお任せを受けてみたでした。アンニョン。